Я пойду. Папа, папа. Варю? Хипо? Даду? はい、皆様こんにちは、こんばんは。フリート鈴木でございます。風のクロノア、ドアトゥーファントマイル、続きをやっていきます。はい、前回は、太陽の神殿の、最上階で、ジョーカー、ちっちゃな仇であるね、ジョーカーを倒しましたけれども、月の国クレスが復活してしまって、悪夢がね、世界を覆い始めるという状況になりましたので、はい、ガディウスを止めるという目的でこの月の国クレスまでやってきたわけですね。さあ最終ステージですよ。大変なんだよこのステージ。もうまあ覚えてないですけど、ほとんど覚えてないですけど、もうとにかく大変だったという記憶しかないですね。ここが正解だったかな。これが外周か。これ綺麗ですね。はい。で、ここに、ガディウスの顔が形取られている、水晶、なんかクリスタルのような、なんかね、障害物があって、こいつらがですね、ちょっと行く手を遮っているんですよね。なので、まずこのガディウスの顔をですね、どうにかしなきゃいけないんですけど、はい、そうですね、このように、入り口を塞いでしまっているので、このガディウスの顔をどうにかしなきゃいけんということで、まあ、とりあえず行けるところは今ここしかないので、ここから来ましたからね。なんか電流が流れてますけど、違ったけど、まあいいや。なんか幽霊が大量に湧いてこなかったっけか。もうほんとね、こっから先難しいです。難しいんですが、もうやっていくしかないので、10人がいる、10人。怒った。ちょっと待て。何が起こったかは、何が起こっているのか分かってはいるけども、なんかどうしようもなかったですね。やばい、落ちる。やばい。はい。ちょっとしたことでですね、このように簡単にやられてしまうので、
あ、またやっちゃってる、またやってる、またやってる。あのですね、大変なんですよ。好きな国クレスは。あのムーが邪魔だから、まずムーを倒します。で、ハネムーを捕まえて、次のムーを倒す。ハネムーを捕まえて次のムーを倒す。ハネムーを捕まえて、ハネムーを捕まえて次のムーを倒す。住人取る。あ、また落ちた。落ちた。ちょっと待って。よいしょ。届くか？オッケー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 。すーげえゴリ押し感が。あ、ハートハート。ハート来たよ、おい。よしよし。何を？そっか、これ鎧ムーをこうだね。よいしょ。でこの赤いクリスタルみたいなやつを、壊すとこのガディスの顔が消えます。この同じ色のね。はい、ということで今赤いのを倒したんで、壊したので、これで赤いところが進めるようになっていると。これ本当ね、最初迷うんでね。はい、ここですね。ここが進めるようになりましたよ。あと、まあそんな感じで、進んでいくんですけど、まあ最初間違いなく迷いますね。はい、で。来た。そう、あの幽霊が大量に出てくるところがあったなとは思ってるんだけど、なんか下に住民がいますね。ハネムーがなんか守ってますね。あー、来た、ここだ。あー、やべ。なんか、よいしょ。なんか結構初っ端から、ボロボロですけども、まあとりあえず進んでいます。あー、落ちる。よいしょ。音楽もね、幻想的だし、ステージも綺麗なんだけど、まあぶっちゃけそんな余裕はないと。いうそんな、月の国クレスですね。よいしょ。落ちる。ワンナップ。あ、宝石。これなかったよ、宝石。青いのがありますね。はい、これで、青も進めるようになりましたと。危ない。くそ、この野郎。いや、もう相手にするだけ、無駄だな。はいはい、あの外周を回って青いところ。
ね。はい、で、ここはこの黄色が邪魔してますね。次黄色を壊すのかな。危ない。よいしょ。あ、ダメか。そのまま降りてる。怖っ。怖っ。で、カード回収。何のためにいるのかと思ったらそういうことか。あ、ちゃ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 、あぶらあぶら、あ、なんか奥にいたらしい。これはなんかいやらしいね。あぶらあぶら、ほほ、なんかうまくいった。取らなくてもいけるかな。いや、一応そうね。あ、ちょっと待って、あー死んでます。怖い。あれ、ダメだ。出ないでくれ。おお、怖っ。ギリギリだったね、これ。さて、あいつか。あぶら。ハートちょうだい。あ、しょ。ハートちょうだい、ハート。あれ、つうか緑だな。壊したの緑だったね。あれはもしかして持ってこなきゃダメ。で、さっき、ハネムーが守っていた住民、これはこいつをぶつければいいか。そうだね。ハートちょうだい。あー、ワンナップ。よし。で、ま、あー、これさっきのとこだね。危ない。非常に危ない。よしこれ倒せんじゃない。倒せなかった。あ、さっき取り逃した宝石。あやらかした。あー、もう幽霊の相手するんじゃなかった。あー、またさっき、また捕まえてこなきゃ。危ない。上げて、すぐ取りに行く。あ、飛べなかった。
すぐ取りに行く。よし、これで OK。 捕まえて、これでいいかな。そうだよね。そう、さっき偶然だったけど、捕まえて持ってればいいんで。そう、無理に倒そうとしてさっき落ちたもんな。後ろからワイワイ落ちてくるけど、後ろのやつは相手にしなくてよかったはず。あれ、なんだっけ、緑を壊したから、こっちからも早いか。さっきここまで来れてればな。これあれだ、消える足場だこれ。はい、そう、これ足場が消えちゃうやつですね。で、鏡のせいがいるので、あの5個分の宝石まではいかないと。あ、飛べない。あー、ダメだ、全然取れなかった。ここで頭ぶつけてたのが失敗。あー、失敗だね。増えたのはいいが、あれ必要なかった。なんだ、もう見えないんだよ。ここ段差になってるんだけど、ちょうど柱で見えないからやりにくい。あ、よいしょ、取れた。もう落ちなさいと言わんばかりの足場ね。ひどいよね。怖いわー。これ捕まえてった方がいいんだっけか。どうだったかな。あ、住民がいるよ、住民。ちょっと待って、怖いな。落ちる。あ、ちょっと待って。ちょっと一旦待て。よっこしょ。落ちた。あー、ここからか。あー、やべ。あー、結構取れた。あー、増えた。よしよし、これはまた時計を使って宝石でワンナップというエンドレスゾーンですね。ああ、よこしょ。怖えよ。この消える足場はね、この後も出てくるんですよね、いっぱい。あ、
これダメだ、やっぱ羽ばたけないと怖いな。こいつも持ってった方がいいのかな。いやでもこいつ持ってると羽ばたけないから、よいしょよいしょ、いや、あ落ちる、あうわー、あ、やべ、頭ぶつけてる場合じゃない、あー、ダメだ、一応増えた、よし、とりあえず宝石で増えれば、うん、エンドレスですな、何度でも挑戦はできる、何度でも挑戦はできる、死んでも怖くはない、やっぱちょっとここが怖いな、ダメだ、うわやばいやばいぞ、あ取れなかった、よいしょ、あいや何度でも挑戦できるとはいえですよ、ちょっとね、あまりにもぐたるとちょっと支障がありますね、よいしょ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 、あやっぱいらない、やっぱいらない、よいしょよいしょよっこいしょよいしょ、怖い、めちゃ怖い、めちゃ怖い、よーし、あー超怖、手汗がやばい、で、あーそこに黄色があるのか、っていうことはあのハネムを使って黄色を壊す、捕まえる、捕まえて投げる、こういうことだね、あ怖い、もう下手なホラーゲームで怖いよ、ああちょっと待て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 、ここは抜けてしまった方がいいだろう、よし、あれあれ、あーちょっと待て、いや、ちょっと待って、鏡のせいがあるんだよ、こういうことか、あ、違う、ははは、全然取れない、あー、あー、あー、よこしょ、もうない、クリア優先ですから、黄色を壊したんで壊したので、あ、いや違うな、ここじゃないな、そうだよね、ここ外周の黄色はこれだから関係なくって、どこだっけ、あの黄色のロック入った時に黄色のガディウスの顔があったね、どこだっけ、青か、青だっけ、緑だっけ、あ、ハートハート、ナイス、さっきの俺ハート残しといてよかった、あ、ここだここだ、で、黄色、はい、出た、落ちてくださいと言わんばかりの、でこんなほら、あの足場がグラドラグラグラ、あおおなんとここは落ちても平気なのか、
いやー、そう、この足場がほらグラグラしてるじゃないですか。これだから、あの例によって、あのなんだろう、下り坂になった瞬間滑るんで、いつもよりまして、それがね、危ない危ない危ない、よいしょー、それがね、ほんと怖いんですよ。あ、なんか下にありますね、怪しいものが。あれがですね、なんだっけ、卵、あのガリウスが言ってた卵っていうのがあれですね。あー、これで終わりかな。そうだね、多分。いやー、手汗やべえ。の位置だけですんげー疲れたな。あ、はい、ということで、はい、いよいよ、最終ステージですかね。6の2、6の2で、その後はもう、最終決戦という形になりますので、はい、いよいよですね、どうなるんでしょうかっていうところで、ご視聴いただいた方ありがとうございました。